おはようございます。11月5日の火曜日、溝口駅長の朝ライブです。えーと、3連休明けですね。皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。文化の日を挟んだ3連休でしたね。はい、お天気、お天気3連休初日は偉い、えー、大雨。 ね、電車も一部関西では止まったりしましたけれども、皆さん影響なかったでしょうかえっ、ー、と、まあ、ここは近い話は後ほどするとしまして、皆様の先週、この3連休の出来事などあればぜひ教えてください。で、火曜日は鉄道ニュース、皆様が気になる鉄道ニュース何かあればぜひ教えてください。コメントお待ちしております。 はい。えっ、ー、と、一発目は、今井さん、ありがとうございます。おはようございます。金、土、日と、えー、金土、土、曜か。と、お疲れ様でした。こちらこそです。ありがとうございました。えっ、ー、と、何の話かというと、えっ、ー、と、土曜日は、学園祭。八尾市にございます。大阪経済法科大学というところで、学園祭にね、鉄道向けで遊ぼう会が行きました。 え土曜日の雨はどうなるかと思いましたが、逆に盛況の要因になりましたね。今週末もよろしくお願いしますと。今週末は、尼崎城。<laughs> えっと、土曜日にですね、尼崎城のえすぐそばにございます、阪神社港のところで、阪神祭り、阪神電車の鉄道祭りがあります。 でそれの関連イベントということで、尼崎城の城内で我々鉄道模型の展示ありますので、ぜひそちらもお越しいただけたら嬉しいです。あ皆さんありがとうございます。新松さんどうもおはようございます。森さん、夏日が続きましたが、朝は寒いですと。昼はね、やっぱりまだ暑いぐらいの時もありますが、ね、昨日とかお天気良かったですね。 はい。まあでも今日、まあ今週はなんか後半ぐらいぐっと冷え込むような予報ですね。小西さんおはようございます。今日のならいい天気です。土曜日お疲れ様でした。こちらこそです。<laughs> はい。えー、息子さんも元気になってよかったです。山中さんおはようございます。こうさんおはようございます。出勤の準備チャードも,どうも <laughs> 気をつけてね、お出かけしてください。 はい。えー、他の皆様いかがでしょうかね。はい。えーと、私が喋ったら間にぜひコメントをつけておいてください。あーとでですね、まあ,あ、今井さん、小西さんからもコメントありましたけれども、私の週末はですね、まあ、金、土、と、金曜日は設営作業で夕方から行きまして。あら、金曜日から雨だったんだよね。そうそうそう。 あのー、まあ私、茨城からですね、矢尾まで車を走らせて行ったんですけれども、金曜の夕方の大渋滞。えー、5時半に行きますって言っててね、あのー、2時間前に家出たのに着かなかったという。どうなってんだよと。ね、あまりに渋滞がひどいんでも仕方ないから近畿道を乗って阪神高速使ってわざわざ行ったのにそのざまでした。 あんまり私、普段ね、平日車乗らないんで、あの、そこら辺の感覚が鈍かったのかもしれません。<laughs> 3時間前には出なければいけませんでした。<laughs> で、土曜日は学園祭でね、また学園祭の当日も雨で、午前中は比較的マシだったんですけれども、昼からはもう土砂降り、土砂降り暴風雨でね、なんか、私見てなかったんですけれども、あの、学園祭で張ってたテントが飛ばされてたと。 いう状況もあったらしく、外のイベントは軒並み中止でね、あの模擬店なんかやってたんですけれども、まあ一応お昼時は過ぎたぐらいで中止になったんで、まあどうなんでしょう、食材はあんまり無駄にならなかったかもしれないんですけれどもね、準備してた学生さんには気の毒でした。まあ、とてもできる状況じゃなかったですね、本当に、えー。まあでも、まあ、なんとか、まあ、屋内でできるイベントは継続して、 えー、夕方まで予定通りね、終わりました。我々の鉄道模型で明ぼう会のブースは、えっ、ー、とー、まあ、去年に比べるとやっぱり、えー、全体的に人数は少なかったんですけれども、雨が降り出すと雨宿りがてらやってくる方がね、結構いらっしゃって、うん、あのー、待ってる間に走らせたりとか <laughs>、ね、そういう方もいらっしゃったんで、意外と、あの、部屋の中は、あの、たくさんの人いらっしゃって、 まあやった甲斐がありました。はい、来てくださった人、皆さん本当にありがとうございました。で、えー、っと、金道はそんな感じで、で、日曜日は私は家でしこしことホームページなんかを作ってですね。で、昨日ですけれども、あのー、まあ、あ、部屋の模様替え <laughs> というのをやりまして、 ちょっとこの部屋も、私が今いる部屋もね、ガラッと実は変わってるんですが、画面越しには何もわからないと思います。ちょっとね、光の位置が変わったんで、ちょっと、えー、顔のこっち側が影になってますね。まあ、そうか、真正面向けたら、こう向いたらちょっとはいいんだけど、ちょっとあの画面の向きを変えたんでね、こうするとですね、ちょっと、えー、っと、なんだ、こっち側か。こっち側にね、あの棚が見えちゃうんで、ちょっとずらしてるんですけど。 あとね、えー、とじゃあ、実はこんなに奥が広いんですよ。前はこん、前はね、こんなに奥行きなかったんですけれども、あのもう、もう部屋にするといろんなもの詰め込みすぎてて動けなかったんですけど、今はこんなに動きます。意味ないですけど。<laughs> ライブ配信には特に影響ないですけれどもね。はい、えーで。私の部屋と、あと家族の部屋もですね、ガラッと模様替えをしまして、 まあだいぶ整理できたんじゃないかな。もうちょっとあのまだ完全には片付けきれてないので、不用品この際、ね、きれいに片付けようかなと思っております。はいまあ、あとはあの寒くなる前に大掃除。ねえー、もう12月の年の瀬迫ってからやってちゃだめですよ。大掃除やるなら今のうちですよ。もうちょっと私もね、網戸。 網戸の掃除大事です結構、埃がついちゃってね。あのまあ、年に1回ぐらいしかやれないからそうなるんですけど。<laughs> 半年に1回ぐらいやればもうちょっとマシだと思うんですけどね。まあ、やっぱり私もめんどくさがりなので、まあ、年に1回ぐらいしかできません。まあ、ちょっと気になるところまとめてですね、きれいにしようかなと思っております。<laughs> という週末の出来事でした。鉄道ニュースは何がありましたねえー、っと、 特に気になるものはないんですけれども、まあ、あの、先日来といいますか、青春18切符の改変に関するニュースがちょこちょことネットにも出てきてますね。ライターさんが書いてる記事で、えー、ちょこちょこ出てきてますけれども、昨日出てた記事に、えー、っと、JR 職員から見れば、青春18切符の改変は大歓迎だというような記事がありましたね。 18切符の、ま、えー、客はマナーが悪いので応対したくないと。<laughs> まあ、ほんで、そうでしょうね、うん。まあまあ、あの、結局、まあ、どんな世界もそうですけれども、まあまあ、9割以上の方は善良なお客さんだと思うんですけれども、残り1割ぐらいはね、マナーの悪い客だったり、そうそう、18切符の仕組み分かってなくてね。まあ、特にあの、とばっちりなのが JR 以外の路線の方。 JR が有効じゃない区間にね、乗り入れてきて、で、なんで使えないんだみたいなね、文句言う方いるでしょうね。いや、ここ JR じゃないですし、って言っても分かってくれないというね。あのー、普通のね、ものを売り買いするような商売だったら分かることがああいうサービス業とかってなると、途端に何て言うのか、 うん、この商品の有効範囲はどこまでなんだろうかとか気にしないんですかね。不思議なもんです。はい。えー、まあ皆さんも、まあ、18切符の改変に関しては思うところあると思うんですけれどもあ、あの、たまさかまさかですね。あの、駅員さんに食ってかかったりしないでくださいねな。なんでこんな変更したんだって駅員に言っても仕方ないですからね。駅員さんも知らなかったらしいですから。まあ知ってたところでどうしようもないでしょうしね。 えー、上層部が決めてることだと思うんで。<laughs> はい。まあ、ちょっとそんなことが気になりました。日向さん、おはようございます。にっこり。田淵さんもおはようございます。秋らしいお天気にやっとなりましたね。ということで、えー、っと、青空が見えてるでしょうか。雨が多いというね、お話でしたけれども。降る時がね、一気に降りすぎというか。ね。えー 適度に降ってくれっていうのはなかなか難しいですね。<laughs> 井上さんおはようございます。高野山陸、雲が多いですが晴れています。秋らしい肌寒さを感じる朝を迎えてますと。ね、えー、高野山ね先日コーヒーフェスティバルで行ったので、やっぱりああいう山の近いところはね朝晩は冷えるんだろうなっていうのを思いました。これからますます冷えるんでしょうね。今井さん、金曜日は 海側からアプローチしましたら1時間早く着いてしまいました。あ、いいですね。私も早く着く予定だったんですけどね。余裕で30分前ぐらいには着いてどうやって時間潰そうかなって考えてたぐらい,ぐらいなんですけれども。甘かったです。森さん、警報祭、鉄拳 OB はいつ頃の方が見えましたかというのは、まあ初代の方ですね。 確か、えー。初代の鉄拳、だから、えっ、ー、と、50年前ぐらいの方が来てくださいました。はい。白髪の方があね、えー、わざわざ来てくれて嬉しかったです。田淵さん、我が家もこの連休にリビングの模様替えしました。あ、いいですね、いいですね。はい、お揃いですね。<laughs> はい、えー。やっぱり変えると気分がいいですよね。やっぱりガラッと雰囲気も変わってね。 はい、も頑張ってやっててやるところです小西さん、野せ電鉄1700系来年春の引退に向けて、さよならイベントの一環としてヘッドマーク装着しての走行始まりました。えー、今度の妙見さんのイベントの時に見れたり乗ったりしたいですねと、そうですね、ぜひ見たいです。ね、えー、っと、 えー、ヘッドマークがついてるということなんで、ぜひその姿ね、えっ、ー、と、見れたらと思うんですが、あ運行情報見れるのかな <laughs> はい。まあ、ちょっとチェックしたいと思います。今さん鉄道ニュース、何回電車がこ会社したかなありましたね。まあ、あの、組織改変と言いますか。えっ、ー、と、まあ、記事読むと、まあ、鉄道実況一本足じゃダメだということで、 鉄道事業以外のとととこころを強化しようといういでまあまあね、えー、まあちょっといろんな考え方があるんだろうなと思いますが、まあ多分好調なうちにね、まだまだそのお客さんがたくさんいる間に軸足を移していこうという戦略、もね、少子化は全、ま、く、ま、なしなんで、確実に日本の人口は減っていきます。 一億を割り込むそうです。8000万人ぐらいまで減るとかね。まあ何十年後かですけれども、じわじわとお客さんが減っていくので、まあ鉄道会社に限らず、どの業界もお客さんが減っていくことを考えないといけません。<laughs> 松尾さん、おはようございます。神戸は晴れ、すがすがしい朝です。いいですね。週末は綾部市までバイクで走りました。道中バイクだらけでした。ああ、そうでしょうね。気持ちよかったでしょうね。この、この日月あたりは。 ね、素晴らしいお天気、秋晴れでした。えっ、ー、と、松尾さん。えー、山陰本線、増田あたりで寸断みたいですね。心配ですと。あ、先日の大雨,雨でしょうか。ええー、と、見てなかったですけれども、もう本んと山陰本線も脆弱でね、えー、しょっちゅう止まる、<laughs> ね、寸断される、みんなし線も多分復旧困難ということで。 うんやっぱりお客さんがね、お客さんだったり、あるいは貨物とかでね、重要路線であれば早期に復旧されるんでしょうけれども、そこまでお客さんもいないと。まあ、バスでもなんとかなるっていう状況だと、どうしても後回しにされがちです。はい、でもまあ本線なんでね、えー、一応本線なんで復旧してほしいですね。 はい。ということで、皆さんコメントありがとうございます。7時14分です。えっ、ー、と、明日は水曜日ですので、乗り鉄旅行会のイベント活動報告、パート1、えー。長くなるので、前半、後半に分けて、明日は前半、木曜日に後半を喋ろうと思っております。はい。ということでした。えー、では、ではあ、以上かな。 えっと、一週間。まあ、今週は平日4日間だけですので、なんとか頑張って乗り切りましょう。それでは皆様、良い一日を。あら、こっちだ。